はい、山口敏太郎のアトラスラジオの時間がやってまいりました。お便りコーナー。はい、お便りコーナーですね。はい、でまずね、その前にですね、ひじりさん、何ですか？ひじりさんからね、また今月のマガタマが到着しまして。マガタマが？マガタマが、はい、売れてるの？売れてますよ。あの、一応在庫残ってるんじゃないの？在庫はありますけど。残ってるの？はい、在庫は残ってますよ。じゃあ永遠に残り続けるじゃない？いやいやいや、だからあの、気に入った人が気に入ったタイミングで買っていただくので、うん、あ、これも？そうです。で、あの、残ってても私もね、実はみんなね、狙っているので。どれで？皆さん早く、あの、前にいただいたやつ、狙ってるやつとかがあるので。これ早い者たち。これ何？これはピアス。ピアス。ピアス。イヤホンで言いそうになった。ちょっといつもとね違う感じのピアスとかね、こうなんかいつもと違う感じのこの丸っこい可愛いマガタマとかが到着しましたので。なんか器用だね。ね、器用ですよね。はい、ということでね、でもうあの、売れてしまったけどこれと同じ柄が欲しいっていう時はこう、うん、完全に同じものはできないんですけれども、似た感じのちょっとね、うん、似た感じのはね、あの、わがままを聞いてもらえますので。だいたい5、6個来て、はい、3個ぐらいは、あ、そのぐらいの割合で売れてますよ。何個残った？あとね、あの、最初の頃はね、もう全部完売してました、うん、毎月、うん、あ、そう、はい、だからね、そうそうそう、もっとね、マガタマの良さを広めたい私としては、ハウスマヌカになって、またハウスマヌカ身につけた写真で。いや、マガタマだったらね、はい、今度行く、はい、あの、列席、列席、あ、はい、大湯環状列席、環状列席、はい、あれは縄文文化じゃないですか。はい、マガタマが似合いますね。あ、マガタマ、もしかしたらお土産屋さんで、うん、それっぽい感じのがあるんでしょうかね。いいでしょうね。こちらはね、うん、はい、そうそうそう、ということでこちらの方を紹介させていただきますね。どうです？あとはあれ、これ何ですか？ソフビ、タイガーマスクの虎の穴がだいぶ揃ってきましたよ。オカルト研究家の事務所ですか、これは。タイガー、どうして？タイガー、虎の穴を裏切ったな。もうちょっと、はい、これもう俺、うん、マミーとか嵐とか。これはオカルト研究家の事務所にあるべきものですか？あるべきものですよ。ちょっと待って。これ俺、これ以上虎の穴のレッスン増やしますからね。増やすんですか？そうですよ。いやいやいや、ちょっとね、違和感を感じると。どこがですか？どうしてこんなタイガーマスクのソフビが揃ってるんですか？でもこの上の段には綾波レイが何体もあって。基本的にオタクなんでしょ。そうですか。基本的にオタクの事務所。あ、まあでも社長室にね、好みのものを置いておくっていうのはよくテレビとかでも ね見かけますから。いいよ ね。そうですよね、うん、なんかゴルフのパターの練習するみたいなの置いてある社長室もありますしね、うん、あとね、はい、昨日ね、はい、携帯に電話があったんですよ。誰から？誰からか分かんない、はい、公衆電話から、はい、公衆電話、なんて予言、予言、はい、山口さんに伝えたい予言がある。 男の声で。どうぞ。どんな予言ですか？11月に世界核戦争、うん、そうなんですか？世界中に核戦争が起こる。世界中で？うん、11月の具体的な日にちとかは分かんないですよね。具体的な日付は分かんないけど、11月中に、うん、今年の11月中に核戦争になると、はいはい、で、じゃあそれどういうきっかけですか、北朝鮮ですか、うん、台湾ですかって聞いたら、はい、やっぱウクライナのサポリージャ原発がきっかけで、はい、あの、ウクライナが攻勢に出るんですよ、はい、それでロシアが苦しくなって、うん、はい、原爆を撃つと、うん、ちょっと怖い話ですね。戦略の核兵器を撃つから、うん、はい、間違いなく、はい、ウクライナは壊滅する。ウクライナは壊滅で、世界中で核戦争ってことは日本も滅んでしまう可能性。いや、それでね、うん、アメリカがある程度あの応酬するだろうと、はい、大混乱になって、はい、で日本にも、はい、ロシア製の核兵器を撃ち込まれる、はい、うわ怖いですね。それそれで50メートルの津波が横浜を襲う、はい、横浜を、はい、うん、うわ怖いですね。その未来を変えるのは、はい、あのアベンジャーズ だけです、はい、っていうふうに言われました、うん、だから敏太郎さん、はい、変えてください、はい、そうですよ、変えなくてはいけませんね、そんなの。
いやでもね、はい、本当になるんですかね。本当にわかんないですよ。なんかならないと言い切れない状況になってきてますよね。戦略的核兵器を使うっていう話じゃないですか。はい、いやこれまずいな。まずいですよね。うん、はい、プーチン追い込まれてるから。はい、いやこれはね、いや怖いですね。うん、うん、だからその謎の預言者が来月いよいよ第三次世界大戦、はい、ウクライナで核兵器炸裂、はい、それでアメリカが欧州、はい、でドル沼にはまって台湾が揉めたり北朝鮮が揉めたりして、はい、で日本にロシアの核兵器が襲い来る。もうね、全体的に世界中破滅みたいな、もう破滅に近い状態になるから、破滅ですね、はい、だからそれを防ぐのはアベンジャーしかいないって、はい、そうです、ね、それで切れたんですよ。それで切れたんですか、うん、謎の電話ですね。いや僕はね、はい、うん、いやそれそんなこと言われても困ったなと思って。困りますよそんな。でも近道さんに言うとね、はい、いや絶対核兵器は使わないですよ、大丈夫ですってでなりますか。絶対言うんですよ、はい、そうですか。じゃあね、なんとか食い止めていただきたいと。そうです ね、はい、なんかその人の予言っていうのは、はい、夢の中で見た映像を僕伝えてくるらしいんですね、はい、で前もう一回、はい、なんか2年ぐらい前に電話で伝えてきたことがあって、はい、まあ、うん、その時は何だ、何かだった、何か伝えてきたんですよ。でその予言は当たるんですか。確かその時は当たったような記憶がありますから、はい、どっかで何か地震があるとか何とかいう、うん、2,3 年前に電話もらったのかな、うん、へー、それは当たりましたよ、はい、だから今回も俺嫌、うん、な感じはするなと思ってるんです。はい、そうですね。こちらの事務所こうアトラスラジオで放送した後、うん、予言とかも後追いしないじゃないですか。誰々さんのこういう予言は当たりましたとか、うん、外れましたとか全然そういう後追いしないじゃないですか、うん、だから結構ねこういうことが起こりますよっていうなんか言いたい放題って言ったらあれですけどね、うん、うん、はい、言いたい放題だからほっときますか。ほっときましょうか。で核戦争起こったらどうします。だから当たりましたねって公衆電話からくださった方の予言が当たりましたね。当たりましたねってそんな状態で済んでことは済んでないけど、済まないです。多分それ言えないようなみんなね死んじゃってるかもしれないですよね。その核兵器、まあ、人類の半分ぐらいは死んでるかもしれないですね。そうそうそう、だからねそんなこと言ってられないと思いますけど、しょうがないな。この事務所だってもしかしたらここに落ちるかもしれないじゃないですか、うん、核爆弾とか。しょうがない、しょうがないんですね。太郎の力を使うから。もうそう、もう本当にしょうがないとしかね言いようがないですよね、うん、はい、ということで。いやでもちょっとアベンジャーズで動いてみますよ、うん、そうですね、はい、ということで、はい、はい、次はですね、はい、ね、よくお便りくださる小橋さんから本が届きましてね。はい、小橋さん施設で働いていらっしゃる方で。小橋に本出したの。いや小橋さんが出した本ではないんですけれども。小橋が出してないんだ。はい、うん、ということで、ね、輝いて生きるというハンセン病。輝いて生きる、はい、輝いて生きる。どこから出てるのかな。裁判、はいはい、判決が出てる。そうですね、ハンセン病の国の賠償訴訟判決から10年。うーん、なんか手紙が入ってますね。はい、はい、これですね、うん、説明書きが書かれていましてね、うん、はい、こちらがね、ね、ちょっと読んでみてくださいという感じで、うん、はい、でこちらの方を紹介させていただきますね。はい、治る病気なのに強制的に隔離され国によって人生を翻弄された人々がいる、うん、ということでですね、雷予防法のために1996年まで隔離され人間性を奪われてきた。96年、そうですよ、結構最近のことですよ。最近ですよ ね、考えたら。はい、元ハンセン病患者たち人権侵害を問うため国家を訴え元患者たちが勝訴したハンセン病 国賠訴訟判決から2011年5月で10年を迎える。
この10年の間に何が変わり何が変わらなかったのか。日本、台湾、韓国の元患者たちへの取材を通し、彼らが新たな人生を 歩き始めた姿を映し出した渾身のフォトルポタージュ、ということでね、この本を紹介させていただきますね、はい、あもうでも非常に不幸な結果ですよね、はいはい、そうですね。江戸時代なんか妖怪でモデルにされたんですよ。あそうなんですか。なんかヌッペラ棒だとかね、はい、だから非常に不幸でしたよ ね、 ね彼らはね。うん、そうで言われのない差別を受けて、はい、広島とかどこか瀬戸内の方に、はい、なんか島で隔離されてましたよね、はい、島ごとハンセン氏病の人の島とかね、はい、まあ根底には差別がありましたよ。ね、確か子供作ることも許されなかった、はい、あそれもありましたね、はい、はい、ということでですね、小林さんどうもありがとうございます。96年だよ、はい、96年、ね、俺が20代の時じゃん、はい、ねえ、はい、最近までもありましたね、結構最近までだったんですね、はい、ということでですね、次のお便りがですね、はいはい、ね、コラボリクエスト、はい、いつもアトラスラジオを拝聴しております、うん、大之助でございます。大之助、はい、はい、吉本興業に所属しているピン芸人の中山浩太さんとのコラボを熱望します。よろしくお願いいたします。大之助くんは鋭いな俺が接触取ってる人分かってるもんね、はい、分かってましたね、うん、ほんで結構大之助くんとコラボやるのはもう決まってるんですよ、はい、大之助くんとコラボ、あ大之助くんじゃあ中山浩太くん、はいはい、中山くんとやるのは決まってて、はい、であとトカナの辞めちゃったスミさん、はい、ね、フリーランスになって、はい、なかなか食えないんだろうと思ってたら、はい、スミさんともコラボも決まってるんですよ、はい、それから、はい、全日本プロレスの、はい、あのん誰が来るんだったの？プロレスのなんとかさんでしたね。名前ど忘れしました。あ、吉達。はい。吉達が来るの。はい。もともと新日本だったよね。はい。で、吉達くんが来て、はい、話をして、吉達くんともコラボやろ。はい。コラボが3連発来週。すごいですね。もう事務所大掃除しないとダメですねっていう。いや、あの、はい、あの、あの辺りでしょ。いや、ここはね、あの、あそこはね、汚いもん。仕事部屋ですか。ここはね、そのお客様をね、呼び込む部屋ですからね。こちらの部屋をきれいにして。汚いもん。そこはいいんですよ、先生。もう私のね、忙しさを知らないでしょっていう。知ってますよね。知ってますけど。ね、私もだから暇になったら片付けようと思うと、全然暇にならなくって、次から次へとね。そうですね。とりあえずだからお客様のねお部屋はきれいにしておけば大丈夫、ね。そうですね。お客様たくさんいらっしゃいますね最近ね、いろいろとね。でコラボをやると。はい。コラボをやる。コラボをやると多少増えるんだよね。はい。チャンネル登録者が。はい。はい、あれやっぱり、うん、ねやっぱりうちら関連動画に出てこないから。はい。ね。はい。やっぱりその。うん、他人の動画に乗って、はい、知ってもらう、あやってるんだ、ビンタロウさん、はい、チャンネル持ってるんだって、うん、で来ないとね、はい、そうですね、厳しいな、ね、知っていただこうと、うん、でね、大之助さんなんかね、コメント欄で私と同じうさぎ年というのを見て、あ、うん、同じ年だって喜んでたら、うん、なんか一回りか二回り下のうさぎ年の方って聞きまして40何歳だから一回りか、はい、一回り違うんですね、うん、はい、もっとヤングなんですよすいませんね、和光堂ですよ、すいませんね、仲間がいっぱいとか還暦間際の人ですすいませんね、大之助さん、大之助の孫いますけどね、はい、ああそうですか、はい、でも40代なんですよ、ああ若いですね、失礼いたしました、はい、ということで今頃プンプンと怒ってます、怒ってますか、僕はもっと若いぞって、でも中山浩太さんとコラボをするから許してくださいね、いや俺がコラボするんですよ、そうですよ、そうですよ、なんで俺がコラボ、なんでですか、別にアイムがコラボするとは言ってないじゃないですか、そりゃそうですけどね、そうです何を言ってるんですか、はい、ということでね、もう全く、はい、全くはい、大之助さんどうもありがとうございました、はい、次がですね、大之助分かってるな、分かってますね、彼は分かってるよはい、俺の狙ってるところ狙ってるところ分かってますか、うん、はい、はい、ということでね、今度またね、脇町太郎さんからお便りが脇町くん、はい、来ましてですね、うん、はい、オカルト界の闘魂ビンタロウ先生、うん、ムムムのアイムさん何
たムムムのアイムさんいいですけど、そんなおかしいですか、おかしかったですムムのアイムさん、ムム、はい、エスカリーターリエちゃま、スタッフの皆様コンビンは、前回のコンビンはは漫才師の錦鯉風に言ってくださるかなと思いきや、ああアイムさん風のイントネーションで思わず、錦鯉知らないもんね、錦鯉はね知ってるんだけどどんな漫才をしてるかはね見てない、いやコンビンはって言うんですよ、言いますか、じゃあハゲ坊主の方が、はい、合ってるじゃないですか、ちょっと違いますよ、ちょっと違いました、うん、はい、お箸が転げても楽しい時間をいつもありがとうございます、うん、はい、柿は徳島さんではありませんでしたが、お口にあってよかったです、うん、いや、重かったよ、ね、少々硬い場合は数日寝かせてお召し上がりくださいませ、はいはい、太郎ちゃんも食べてくれたのかな、まだ柿は早かったですか、太郎ちゃんはね、まだね、うん、まだ食べてないね、まだ食べてない、まだ大人しか食べてないから、あ、そうですか、ね、もうちょっと熟したら、はい、柔らくなったら食べさす、はい、なるほどね、うん、はい、海の牡蠣は先生ご自身のタロ坊が暴れん坊になってはいけないと思い断念しました、引退間近のタロ坊がちなみに不倫をしますとバレなくても向こうの配偶者や子供の生き霊が飛んできてしがみつかれるそうですので、先生お気をつけくださいまし、いやだからあの、はい、あの、うん、いない人が中心にやっていけばいいですはい、わかりましたそれで、また乃木狐がついても式場に狂いますのでお気をつけください、乃木狐はそういう系統なんですね、俺全然狂わないけどね俺ね酒タバコに溺れるとかね、はい、ギャンブルに溺れてないもん、あ、ギャンブルも計画立てて、うん、あ、今日はパチンコ1万円でやめとこうとかね、はい、5000円でやめようって、はい、あ、パチンコすることあったんですね、で若い頃やってたけど、はい、あ、これ儲かんないからやめようって言ってやめちゃうんですよ、はい、あ、なるほど、で競馬もやってちょっとやって、うん、はい、あ、これ儲かんないからやめようと、はい、ちゃんと一応ルールは知っとくためにやるんだけど、それじゃハマんないっていうと、素晴らしいですね、私とかねよくなんだっけな、スロットマシンとか、あ、スロットやってますよ、海外旅行のなんかカジノがあると絶対行くんですよ、ああ、でスロットマシンね最初はねすごく儲かるんですよ、なぜかマスの家を売って隣に行けや行けやってやってるんですよ、何ですかそれ、スロットマシンやってて、うん、で最初すごい儲かってて、そこでやめればいいんだけど、うん、もっと儲けようって思っちゃって、うん、ガン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 3枚ずつとか入り込んだりしてて、結局全部吸ってしまいます、ね、1期100万ぐらいになるんですか、100万ぐらいはね私はねそんなにはなりませんでしたけど、うん、そこでやめとけばよかった、そうなんです、途中でやめればいいのに、なんか欲を出してもっともっとって思うとね、全部なくなっちゃいます、ね、最初から出すんでしょうね、機会が、はい、ということですよね、はい、最近思うことは、年を重ねるごとに加齢臭と親父ギャグが自然に湧き出てくるのが辛くなりました、ねえ、うん、将来アイムさんもタジタジにさせてしまう飛鳥先生のようにはなりたくないなと思う今日この頃ですが、ビンタロウ先生と飛鳥先生との対談本は必ず購入します、いやもうあれ生で聞いてもらいたいよ、あ、そうです、ね、飛鳥先生のギャグを俺は無視するとかね、はい、はい、そんなにひどかったですけど、ね、なんか私も結構ね親父ギャグ言っちゃうタイプなので、あ、同じ種類だから気がつかなかった、全然ね違和感ないですね私ね、必ずね、はい、うん、あの花子のこと好きなんだろうって中澤をいじるんですよ、はいはい、中澤がいたら、はい、嬉しそうに、はい、ね、中澤くんなんとかで花子のこと好きなんだろうとか言って、と中澤さんは、そう、何年前の話してるんですか、あ、そういう風になっちゃうんです、なんかね、はい、いや微笑ましいですよ、微笑ましいですね、飛鳥先生見ると、ね、はい、なんか年老いた親父を見てるような感じでね、飛鳥先生ね、でも元気でいらっしゃいますからね、めちゃくちゃ元気ですね、ね、はい、はい、話が変わりますが、先生のサイン入り実行はとアストラスラジオのステッカー届きました、 ありがとうございます、そうですね、サムネとかに使わせていただいて、はい、今回の黒ずんだ50円玉すごく良かったです、心温まるお話で、人の優しさはレイちゃんたちにも伝わるものですね、レイちゃんの幽霊のね、レイちゃん、はい、ほうとうレイじゃないか、そうじゃないですよって、うん、はい、裏切られることが多いとおっしゃっていましたビンタロウ先生ですが、ファンの方々に対するちょっとした優しさも積もり積もって必ずドーンと返ってくると思います、返ってくればいいんだけど ね、はい、なかなかね、はい、で、ね、ビンタロウ先生が困った時には長谷さん次郎というお方は全国にいっぱいいらっしゃるのではないでしょうか、
もし現世で帰ってこなければあの世では10倍で受け取るということですので楽しみですね。へえ、あの世に行ってから行ってから欲しくないか、欲しくないか欲しくないな、現世で欲しいなって、うん、現世で欲しいですよ、ね、そうですね、はい、嫌なことが起これば嫌な業が消えた、相手に付け替わったということで、これまたラッキーと思いたいところですが、なかなかそう思えないのが人の世の悲しさでもありますね。ああ、そうね、はい、今回は実コアにちなみまして、堺の実話の伝承です。堺市の端っこ東南側野田というところのポンポコショートストーリーです。ちなみにすぐお隣は大阪狭山市で、昔は南海鉄道が経営していた狭山遊園があり、行基さんが作りました狭山池もある場所です。狭山池はモーターボートのレース場でしたが、今は住之江に移りました、うん、南海は狭山遊園と長野遊園地と三崎公園を経営していましたが、どこも閉園で寂しい限りです。うん、チープなお化け屋敷が懐かしい。あ、なるほどね、はい、さてこの野田というところは昔相撲が盛んな場所だったそうで、土俵も至るところにあり、よく仕事帰りにも若者たちが稽古をしていたとのことです。その若者たちが帰った真夜中に狸たちがどこからともなく現れて土俵に上がり、若者たちの真似をして二本足で立ち相撲を取っていたそうです。勝てばお腹をポンと打ち鳴らし、負けた狸はそそくさと帰っていったとの実話が伝わって残っています。狐の不思議なお話は多いのですが、狸のお話は珍しく、単に土俵上で狸がじゃれ合っていたものにおひれがついたものと思いますが、うん、面白いお話でしたのでご紹介しました。狸は相撲を取ってたんだ。はい、うん、ね、はい、なんか可愛らしいですね、狸。そうだね、はい、そういえば近所に住んでいたおばあさんは、夜家に帰ろうと路地を急いでいたら何回も同じ場所に出て家に着かなかったことがあり、その場にしゃがみ込んで念仏を必死で唱えたそうで、あれは狐に化かされたと言って話してくれたことがありました。平成の時代でもこういうことがあるのだなと思いながら。 おばあさんが騙されたのは平成年か。平成なんですね。へー、はい、キツネに騙されたんだ。キツネに、はい、おばあちゃんボケてたんじゃないんだそれを言ったおしまいでしょうあ、でもなんかね、結構ね、同じ話聞きますよね。なんか同じところを何回も何回もぐるぐるしちゃったお話とかね。まあそう聞きますよね。そういうこともね、うん、ね、キツネがバカす。バカすか。はい、はい、ね、平成の時代でもこういうことがあるのだなと思いながら、その時は聞いていました。それではまたお便りします。さよならということですね。さよなら、はい、さよならって そこだけさよならって、はい、なんかさよならってどうなんか変だ。そこ突っ込みますか。なんか変な感じ。そこ突っ込みますか、うん、ね、そのタヌキのね、ポンポコとか面白いですね。はい、ということでまた、はい、脇町太郎さんどうもありがとうございました。まあこういうね、地元に残ってる伝説を教えてくれると嬉しいね、うん、あ、そうですね、うん、そういう変わったらしい図書館に行って寄ってきて、はい、送ってくれるとかね、はい、皆さんお願いしますよ。はい、ね、ではね、皆さんよろしくお願いいたしますね。はい、はい、次がですね、はい、次がこちらね、初めての方かな、うん、はい、ね、小さい頃からとても不思議な経験を何度もしているのですが、うん、なんでだろうと考えると頭がパンクしそうになってしまうので、いつか一つ一つでもお便り投稿できたらいいなと思っております。お、はい、そうですね、投稿してきてくださいね、うん、はい、なんかね、みんなにね、お話をね、するだけでちょっと気が晴れたりとかしますよね、うんうん、例えばこんなお話をというのをちょっとだけ書きます、バスを待っていたら上から人が自分の足元に落ちてきて自分のすぐ目の前で飛び降りを目撃してしまったり。バスを待ったら、初っ端からすごい話ですね。バスを待ってたらこうなんかビルの上とかから人が落ちてきたんですか。落ちてきたか飛び降り自殺とか。まあそうですね。いや、これはすごいですね。飛び降りて死んじゃったんですか。自分の、どうでしょう、自分の足元に落ちてきて自分のすぐ目の前で飛び降りを目撃、ね、これ当たらなくてよかったですね。じゃあそんなぐちゃっと死んじゃったんですか。そうですよね、とばっちり受けちゃうこともありますからね。そしたら血とかすごいんじゃないですか、うん、跳ね返ったとか、跳ね返りね、
どうしたんでしょうね、これ。あの駅で、あの飛び込みの、はい、に居合わせた人は、はい、破片っていうかね、肉片が飛んできて、はいはい、肉片が当たってその衝撃で死んじゃうとか、はい、そんなこともあるんですか。ちょっとフライングボディアタックですもん、はい、でじゃあ大きな肉片とかビューってこれが飛んできて、はい、そのままボーンと当たってわーって死んじゃう、すごいとばっちりですね。とばっちりもいいところですね、いいところですね。そう、なんかね、駅員さんがこうバケツにそれを集めるっていうのを聞いたことあるんですよ。マグロ、とか、そうそうそう、集めるってね、聞いたことあって、駅員さんもちょっと大変だなと。駅員の新人の仕事ですよね。はい、あ、新人の仕事ですか、うん、うわー、ちょっとね、大変ですね。はい、あとね、目の前で自転車と車がぶつかる事故を見たり、いろいろと実際の怖かった話もですが、地元のとある時計台の下に立つとグワングワンして見ている世界が歪んでしまって、どういうこと、ね、小さな頃はそれが面白くて友達とわざわざその下に立ってグワングワンして遊んだりしていました。いや、それ地元の時計台 どこでしょうね。どこですか。あ、県名っていいのかな、県名どうでしょうね。ちょっと言ったらもうあそこってバレますかね。あ、じゃあ後で教えてください。後でね、はい、わかりました。何県、はい、何県かね。いや、その時計台でまだあるのか、うん、あるんでしょうかね。あ、でも大人になると怖くてその時計台に近づけなくて、今でもあの下に立つとあんな不思議な感覚になるのかなと思ったりもします。うん、今はその場所を通っても怖いので見ないようにしています。あ、今もあるんですね。フェイスブックなどもやっていたのですが、お友達の投稿などになんだかいろいろな色がついて見えるようになってしまって、気持ち悪くてフェイスブックを開くことができなくなりました。色がついて見える、色がついてピンクに見えるとか、そうなんでしょうね。赤く見えるとか、はい、その人のオーラとか思念が色となって見えてるんじゃないですか。そういうことなんですかね。だから霊感が開いちゃってるんでしょうね。あ、すごいですね。うん、はい、他には 3.11 の地震の時、朝起きると耳が聞こえなくなり、うん、大きな轟音が耳の中で鳴り響き、怖くなって病院に連れて行ってもらいました。耳が聞こえないのに大きな音が耳の中で止まらないという、なんとも気持ちの悪い感覚で、耳の中で轟音が鳴ってるってこと、はい、なんか頭の中で音が鳴ってるんでしょうかね。耳から聞こえるというように、ね、でもそれ起こる場合でしょ、うん、はい、起こる、うん、なんだろう、朝起きるとなので 3.11 は午後3時前ぐらいでしたかね、うん、だから朝、もう朝から耳が聞こえなくなっていた。じゃあ普通の人だと敏感で分かんない、うん、はい、あのちっちゃすぎて分かんないやつも、はい、すごい彼女は敏感で、はい、察知することができるとか、そういう能力でね。そういうことですね。うん、神さんがね、うん、あの耳鳴りがするっていうと、はい、必ず地震が来るんですよ。あ、じゃあ最近ね、うん、よく言ってますよ。よく耳鳴りがするって、なんかほら聞こえる耳鳴りが、うんうん、あ、最近結構なんか地震ありましたよね、なんかいろんなところで。いや、うん、神さんが言うには、うん、かなりでかい、でかい地震ですか。うん、あれ震度5ぐらいのがね、最近あった気がするんですよ。あ、そうですか。はい、そうじゃあそれで消えたのかな、とりあえず、はい、うん、そうかもしれないですね。震度5ってでかいですもんね。でかいですね。はい、はい、あとですね、大きな耳、あ、大きな音が耳の中で止まらないという、なんとも気持ちの悪い感覚で、うん、一生懸命病院の先生にお伝えして精密検査をしてもらいましたが、異常は見つからなくて、うん、診断は疲労だろうと言われました。疲労、ね、疲れてるから。疲労ってことはないでしょうね。うん、はい、いくら病院で訴えてもなかなかお医者さんには伝わらなかったのですが、付き添ってくれた祖母は私の訴えに、今日は何かあるかもしれないから早くお家に帰ろうねと言って、とても心配していました。うん、お家に戻って1時間後にあの東北の地震が起き、その次の日私の地元でも大きな地震がありました。私の耳はしばらくは聞こえませんでしたが、2週間くらいでだんだん落ち着いてきたと記憶しています。なんかね、余震とかが少し収まってきたぐらいですかね。日本人でね、よくやっぱり 3.11、はい、を予言していたっていう人は多いんですよ。はい、あ、そうなんですか。だから日本人の民族は、はい、他民族に比べて、はい、やっぱり超能力集団ですよ、はい、日本人は、はい、だからアメリカを恐れてるんですよね。うん、なるほどね、うん、はい、
それから大きな地震が来る前はやはり耳が聞こえなくなることに気がつきました、うん、虫の知らせといいますか、何か身体へのお知らせのようなものはあるのかなと、目には見えないのですが日々感じていました、うん、山口先生のアトラスラジオを2019年から毎日必ず流しっぱなしにしていますが、うん、お便りの回で皆様の様々なお話を伺っていると、やはり目に見えない不思議なことってあるのだなと実感しています、うん、私もいつかお便り書かせていただきたいと存じます、うん、はい、ということでね、まあ、もっと具体的に聞いて、そうです、もっとたくさんね、いろいろ聞きたいですね、うん、へえ、これで、また何か耳が聞こえなくなったらね、すぐ教えてくださいね。なるほどね。で、なんか大きな地震が起こったり、これは、ね、地震が起こる前だけですかね。なんか他の戦争、そうですね、地震が起こる前だけです ね, ね。はい、ということでですね、はい、お名前がですね、I.M. さん。I.M. さんですね。あ、なんか私と同じ、あれに、イニシャルになってますかね。IM さんということで、ああ、そうですね、はい、ということでね、あの投稿どうもありがとうございました。またお待ちしております。はい、ね、次がですね